ザ・ストロックスはアメリカ合衆国ニューヨーク出身のロックバンド。2000年代におけるガレージロックリバイバルムーブメントの代表的なグループとして知られる。ザ・ストロックス1 9 9 9年 NY のアッパーウエストサイドにある上流階級や富裕層の子弟が通う学校で幼馴染で一緒にバンドをやっていたジュリアンとニコライのコンビにニ,ニックとファブのこちらも幼馴染コンビが出会う。 そこに、ジュリアンのルロゼでの友人で LA から、ニューヨーク大学に映画の勉強にやってきていたアルバートが加わり、ザ・ストロークスが結成された。2001年、イギリスのラフトレードにデモテープを送り、契約に至る。3曲入りの EP、ザ・モダンエイジを発表。これがきっかけで、イギリスで人気が爆発。音楽史はこぞって、ネクストビッグ、シングとして取り上げる。 同年8月にデビューアルバム、Is This It を発売し、全世界でヒットさせる。2002年2月に初の来日公演を行う。チケットは即日完売となり、会場によっては当初より大きい会場に変更されるハプニングもあった。2003年、セカンドアルバム、Room On Fire を発表する。12時51分、レプティリアがヒットし、人気を確かなものとする。 8月には、サマーソニックに出演。2006年、サードアルバム、ファーストインプレッションズ・オブ・アースを発表。この年のフジロックフェスティバルでは、ヘッドライナーを務めた。2011年、ホースアルバム、アングルズを発表。この年のサマーソニックで、ヘッドライナーを務めた。2013年、フィフスアルバム、カムダウン・マシーも発表。2016年、4曲入りの EP。 フューチャープレゼントパストを発表。2020年、シックススアルバム、ザニューアブノーマルを発表。ライブでのストロークス1960年代前後のガレージロックサウンドを彷彿とさせ、ザホワイトストライプスとと共にガレージロックリバイバルの代表格として有名である。しかしその音楽性は、ストライプスとは大きく異なり、都会的で宣伝された曲調が持ち味。 同じく出羊がニューヨークであり、そのアンダーグラウンドで活躍して、後のロックに多大な影響を与えた、ベルベットアンダーグラウンドやテレビジョンといったバンドと似た雰囲気を持っていると評価されるが、メンバーは特に影響を受けていないという。2000年代に差し掛かった当時、アメリカではヒップホップや R&B などの黒人音楽勢やラップメタル、ヘビロックがイギリスでは、 レディオヘッドやコールドプレイなどの陰鬱な雰囲気を持ったおよそ妖精なロックンロールとは相入れないアーティストたちがそれぞれセールスを伸ばして流星していたそんな中でストロークスは60年代前後のロックンロールガレージロックを現代の若者風にスタイリッシュに解釈したとも言えるサウンドにより人気を博しそのようなシーンの中でロックの復権 ロックンロールリバイバルの騎手として評された。これはロックミュージックのセールスが黒人音楽勢に押されて危うくなっていたイギリスを中心としたマスメディアによるハイプだとの見方もあったが結果的にストロークスは前述のアーティスト以上のリスナーからの支持を勝ち得ることになり実際にその後のシーンではストロークスに影響を受けて感化された更新バンドが数多く登場した。 フランツ・フェルディナンド、アークティック・モンキーズ、カイザー・チーフスなど大きな成功を収めた2000年代の UK が0時、ロック、ポストパンクバンドの多くはストロークスからの影響を抗原している。楽曲、ラストナイトはローリングストーン氏によるローリングストーンの選ぶオールタイム、グレーティストソング500において478位に選ばれている。ありがとうございます。